皆さんこんばんは、歴女な主婦あやです。ちょっと厚化粧をいつもね動画アップするときしてるので、ちょっと顔が白いんですけれども、今日も子ども庁の話について、子ども庁について話していきたいと思います。なんか子ども庁に意見を言う方人で、虐待サバイバーという団体ではないですね、そういう方たちが子ども庁に、訴えに行くシーンがあったらしいんですけれども、世間では浸透してないですけれども、虐待されて育った方たちのことを呼ぶのかな、多分そうだと思うんですけれども、その子どものね、庁を作るにあたり、まあ、名前をね、子ども家庭庁って有力で決まりそうだったのがだったらしいんですけれども、その当事者の、虐待されて育った虐待サバイバーという、方たち本人にしてみれば、家庭とつけることによって、まあ、世間庁なのでね、政策というか、まあ、世の中に浸透させるっていう意味がありますから、政治はで家庭というのが一番大切なものとしてね捉えられる、または虐待、された側からして、聞くと、まあ、フラッシュバックみたいなね、なんかそういう感じを、あ、ごめんなさい、ちゃんと、見返してればよかったんですけれども、そういうフラッシュバックというか、まあ、家庭という言葉が嫌なんでしょうね、あの虐待されて育った方たちにとってみれば、まあそういうようなことでね、家庭を、入れないっていうね、でそれを、子ども庁を今これから創設する方々はね、その意見を飲んだんですよね、でもそれってまあとってもよろしくないことだなと思いまして、まあ、虐待されてる子どもたちっていうのは、子どもたちっていうか、された人方がいますよね。で、それって、ごくごく一応少数派なんですよ。はい。少数派意見なんですね。っていうのは、そんなに、大勢いるわけではないですよね。まあ、虐待とかそういう定義と言いますと、暴力だけではないとはね、確かに言われています。暴力がね、一番やばいんですけれども、暴力じゃなくて、まあ、言葉の暴力とかですね、言葉の暴力とかだと子供を、抑制させて育て上げるみたい、育てるみたいな、自分のね、召使いのように育てるとか、暴力振るわなくても、で親の考えを押し付けるなど、そういうのがね、ありまして、まあそこまで行くか行かないかでも、少数派なわけですよ。で今のこの日本国民っていうのは、まだまだ家族が大切って思ってる人がほとんどなんですね。で、まあ、結婚する条件としてでも、まあ、条件に入れてない人と入れてる人がいるんですけれども、自分の、結婚、まあ、男女ともども、結婚する相手の親って気になりますよね。で親を気にす自分の親も気にするし、まあ、相手にちょっとね悪く見られたら嫌だなとかもありますし、でね、まあ、親が離婚してたら離婚してたで、お相手の方にちゃんと伝えなきゃダメなことですし、まあ、家庭っていうのは、まあ、もう根付いてるものなんですね、家庭という言葉は。まあ、家庭というのはね、まあ、道徳的な意味合いなんですよ。でそれをね、少数派のその一部の、虐待されて された人方のために、そういうの家庭という言葉を、日本全国に浸透させたくないっていうのを飲んだこの子ども庁っていうのはね、問題であると思います。で家庭というか、まあ、家族を持ってる、まあ、独身の人でも、両親、兄弟がいますよね。でまあみんな世の中ではムカつくことが皆さんいっぱいあるし、誰でもあると思うんですけれども、まあムカついた人を、まあ、殴りたくなったりしますよね、仕返しでも何でもいい、何でも
殴りたいですよね、私はね嫌な人がいたら、まあ、殴りたいなって思うんですけれども、まあ、それ一応殴るのは暴力で犯罪になってしまいますので、まあ、殴りたくても殴れない、殴れない、殴れないで、なぜ殴れないかというと、まあ、捕まっちゃうから、で捕まっちゃう、捕まっちゃって、まあ、両親や兄弟に迷惑がかかる、また兄弟がね、独身じゃない、兄弟にも家庭がある、まあ、結婚してるにしろ、独身にしろ、独身のね兄弟はこれから結婚できなくなるかもしれないし、自分が捕まったことによりということで抑制力になってるんですね、その家庭というのは、そういう犯罪とかので、まあ話が飛ぶんですけれども、なんか動物学者の、竹内、先生でしょうか、がおっしゃってたんですけれども、話がポンポンと読みます。その、子ども庁の方、職員の方々が、海外の調査を、をしに行ったみたいなんですね。主にヨーロッパ諸国とか、あと韓国とか、行かれたみたいなんですけれども、その時に、まあ、日本のねその地蔵とかそういうのが、ちゃんと整ってないっていうのを言われていまして、でもその、まあ、韓国はちょっと調査するの忘れたんですけれども、韓国と日本って離婚率同じでしたかね、韓国の方がちょっと多いんでしたかね。ヨーロッパですと、もう前私動画にもあるんですけれども、ヨーロッパとなると、まあ、まあ一番有名なのがスウェーデン、男女平等で、有名で、産婦法というものがあって、まあ結婚してるようなしてないような、人方がねいっぱい多いんですね。でスウェーデンの方では1980年ぐらいにその産婦法かな、まあ、そういう結婚概念が、変える政策をして、産婦法かな、まあ、再婚、離婚再婚、同性からの、お別れとかね、子供を連れての別れとか、そういうのが増えて、ステップ家族っていうのがね増えたみたいです。というのは自分の子じゃない、育ててる連れ子、または、まあ、そのステップによってできた家族っていうステップ家族がね、すごい増えたみたい で、それで何が起きたかというと、犯罪率がね増えたようです。で犯罪率が増えたのはなぜかというと、さっきの、今さっきの、家族、家庭という家族の概念なんですけれども、まあ日本でもたまに聞く話では、再婚した家族と住んで、気が合わなくてね、15、6で家を出たみたいなね、そういうのを聞きますよね。となるとやっぱり、まあ、母親というか、そのステップ家族と自分の実の母親に、まあ、恨みを持っちゃったりするわけですよね。でそうすれば、まあ、その 犯罪とかその抑制力の概念がね、抑制力がなくなるわけですよね。でそれで犯罪が増えてしまったということです。でスウェーデンの話を挙げましたが、まあ、北欧とか、まあ、そこら辺もちょっと似たような感じで、その変な男女平等、概念の国でして、あと他にも別にフランスとかイギリス、フランス、イギリス、ヨーロッパ、イタリア、まあ、そこら辺もね、日本の倍ですよね、離婚率っていうのもね、で、まあ、アメリカももちろんそうですし、まあ、子供が、あと、まあ余談ですけれども、国際恋愛ねしてる人とかって結構やっぱり聞きますよね、連れ子がいるとかね、外国人の、男性と結婚したら、連れ子がいて一緒に住んでますみたいなね、そういう、仲良しの、ね、家族ももちろんいっぱいいますし、私も見てきていますが、まあ、日本っていうのはね、離婚率もまだ他の国よりは、まあ、年々増加してますけれども、まあ、他の国よりは離婚率は一応低いですし、でそういうとですね、このフェミニズムの人方が、離婚できないのは
男性旦那から、抑制されてるからだ、離婚できない状態にしてるからだ、女が人自分で稼げない状態のこの日本が悪いんじゃっていうのがしてきたのが、男女共同参画ができた、男女共同参画っていう、あれは何になるんですか、超でもないですよね、かですか、かにしちゃいましょうか。男女共同参画化がもう20年ぐらい経つんですけれども、そういう男女その女が働かなきゃダメだなんだ、離婚じゃないや、男性に束縛されているよく、パワハラを受けているって、パワハラじゃない、パワハラは仕事だ、精神的暴力を受けているって言ってるのはその少数派の男女共同参画なんですよね、日本で言えば、日本で言えばっていうか日本か、言えば、でそういうのをね、受け入れたのが今のこの現在の日本なんですよということでね、その少数派である男女共同参画を、増幅させてしまって、この今の、世の中がね、できてしまって、でほとんどの、女性っていうのは、ね、男性もですけれども、みんな結婚したいんですよ。でなるべく結婚したくて、なるべく離婚はしたくないんですよ。それはみんな同じなんですよ。でも外国っていうのは、まあ、離婚なんて普通ようなんでしょうね、まあ、するんじゃないみたいな感じなんでしょうね。で日本っていうのはほとんどそういう考え なので、まあ、2回でも3回でも4回でもやって全然構いませんよっていう人っていうのはごくごく少数派なんですよ。でもそれが悪いって言ってるわけじゃないですよ。まあ好きな、それは個人の自由ですので、2、3回したい人はしてもいいですし、まあハーレムはね、作る法律はありませんのでね、そこら辺は個人的にね、自分でちょっと、がっつり、なんか、稼いで、何億円とか稼いで、一夫多妻制をね、自分の中で作るとかね、法律をなしにして、ハーレム作るとかね、すれば、すればいいと思いますし、ですから、まあ、その虐待サバイバーの人たちのそのごくごく少数の人数の、意見をね、政策としてね、通してもらってはこれから困るわけですよね。ほとんどの人は親と、ずっと、ほとんどのお子ちゃまはね、ちっちゃいお子ちゃまはずっと母親とくっついていたいし、母親の方もね、ずっと子供と一緒にいたいんですけれども、で、もう子供と、まあ、コロナだからって、24時間、子供と一緒にいて、虐待が増えたってよくねテレビでもね言われてるんですけれども、それもごくごく少数派ですよね。まあ私の話になりますけど、うちの子は2歳でね、365日24時間ずっと一緒ですからね。で別にだからコロナが来たからって震災がなんかあったからって、いきなり私がね暴力振るうことはないですよね。まあ、もしね保育園に行かせてても、行かせてて仕事してて仕事なくなって保育園、に行かれなくなったとしても私は暴力振るわないと思いますよ。まあ、それは当たり前ですよね。ということでね、そういう少数派をこれから入れることはとても危険だということです。でまあそういうことをこうやって話すとね、あなたは虐待された親から虐待されてないから私たちの気持ちがわからないんだって、言われるんですけれども、うん、でも少数派っていうのは事実ですし、で私、虐待されたこのね、本をね読んだことがあるんですよ。でその本はまあ一冊の中で、20名ぐらい虐待された子の、話がね載ってあって、まあまあまあ確かにひどいもんですよ。本当に日本での出来事ですかみたいなね、想像を絶する内容でした。まあ本当にね、まあ毎日殴られたとか、殴られたとか、まあ殴るの言葉で、言葉の暴力ですよね。まあ、言葉の暴力もちょっとあるまあこういうのもなんですけれども、普通のね家庭で育った私にしてみれば、まあそれも想像を絶するような内容でしたね。でその、まあ
やっぱりね、離婚してる家庭が多いんですよ。まあ、先ほども言ったように、離婚してる経験のある親の家庭の子供は非行率が非行する確率が高いっていうのはこれは事実ですから。でに、日本はまあいや、ですから。でその中でも、まあ多かったのが性的虐待とかいう話もね、よく連れ子をね、で自分連れのママ母じゃママ父、自分の再婚母親の再婚相手に、性的暴力を受けたっていうのはね、よくよく聞く話ですよね。でその中、いっぱいそういうのがありました。 またはなんかすごいのが自分の実の母親が、その再婚相手の旦那が娘と、そういうことしたいって言ったから差し出したみたいなね、内容もあって、これまた自分の父親にやらせるように母親が仕向けたとか、よくもうまあ想像絶しますよ。でそれまあそういうね、虐待があるっていうのはまあ事実ですよ。でそれそのね、その解決策をまあ私昨日上げた動画もそう、動画でも言ったんですけれども、まあ、それの管轄って一応ありますよね、児相ですよね。で児相がその何も被害を売ってない、家に行って、ただの件数獲得にしている。でそういう本当に問題のある、家庭は、面倒くさいので行かない、連れ去らないっていうことです。まずねそこから攻めた方がいいですし、で男女共同参加ともちょっと政策がね被ってるんですよね。でそこをね、男女共同参加、与党ですか、与党ですね、そこをね、なんで立てたんだろうなっていう感じがあります。で他にも私昨日話したんですけれども、いろいろね、お金、シングルマザーのお金が足りないとか、まあ両親揃っても給料が少ないので、良い教育を受けさせてあげれないみたいなね意見がありまして、本当にそういう政策、なんて言えばいいんだろう、それはおまけじゃないですかと思いまして、でおまけならおまけでね、ちゃんと言ってほしいですし、っていうかまあそれも男女共同参加でやってるんじゃないかなとか思っても、まあその教育っていうのは義務教育がありますからね、何を言うとしたんでしょうかね。まあ見てる限りね、その虐待の子供のことがまあ重点的に置かれてるんで、それならそれで、そういうふうに公表したらよろしいです。そういうふうに他のね、そう、両親揃ってる子供がとか、なんか普通のね子供をね、少数派意見によって、変えることはないと思います。親が家族大好きな子供をね、から家庭という言葉を取るとかね、そういうことは、とても恐ろしい行為だと私は思います。ということでした。ありがとうございました。